久保さん、ずっと秘密兵器だったらしいですね。まあ体調悪いですけど、まあお正月の第2弾のセールス終わりました。準備完了。もうあとセールスレターも今書いたんで、まああとメールポポって設定すれば終わりですね。はい。いやー、水面下とか秘密兵器とか、まあずっと出てこないですよね。風邪ひいてようが何しようが誰も救ってくれないんで、誰も僕にお金くれないんで、お金を稼ぐためには僕は何かを提供しないといけないんで、風邪ひいてるから休んでます、知らねえよと、お前のことじゃないですか、だから僕はやるべきことをやるっていうね。単純に僕は商品売って生計立ててるんで、商品を売ると、風が吹こうが雨が降ろうが雪が降ろうが何しようが売ると、それが僕の生きる道ですかね。だってそうじゃないですか。だって会社でも給料もらうっつってね、いや上司ちょっと今日風邪ひいちゃって体調悪いんで休んでいいんですか、休んでいいですか、いや体調、あ風邪ひいちゃってみたいな、何回休めるんですか。まあ 1,2 回だったら許されるかもしれないですけど、それ100回は無理ですよね、通らないですよね。僕の場合は1回も通らないです、申し訳ないけど。会社から給料もらえないんで、自分で稼がないといけないから、一回も通らないんで、風邪がひいたからできませんわ。だから言い訳なんで、やります。はい。まあそんな感じですかね。いってらっしゃい。